はいどうも皆さんこんにちは、霊夢だよ、マリサだぜ。今回は新しく追加された護衛モードをやっていこうと思います。もちろん乗っていく艦は水売りだよ。それではレッツゴー。護衛モードは迎撃チームと護衛チームに分かれるんですが、今回は多分迎撃チームですね。目標は輸送船を撃沈することだぜ。まあ結構地方で火力が入る水売りでよかったんじゃないかと。よし突撃だ。おい味方を押すな。たまにあるよな。まあ普通に水売り強いと思うんですよね。これ味方に撃たれると自分の選んだ艦がダメなのかって思っちゃうからやめてほしいんだぜ。ここで重要なお知らせ、モダンウォーシップサーバー作りました。概要欄にあります。ぜひ入ってね。もうそろそろ敵が出てきそう。まずは飛行を発射するよ。結構このマップきりで見えないな。あ、一応10万ダメージ入ったみたい。ダメだ、敵の数が多すぎる。確かに車線が通りまくってる。とりあえずミサイル全弾発射。いやーでも島に隠れられたか。一旦隠れます。このままだとやばい。そしてこのモードめちゃくちゃダメージ稼げます。つまりどういうことだぜ。レベル上げに持ってこいってことさ。敵を発見した。いや速度が速すぎて照準が追いつかないぜ。やばい、照準してる間にダメージを受けてる。よし照準完了。撃てー。いやちょっと微妙だな。うわ死んだ。おっとあいつは多分マサチューセッツだな。これマジで狙いにくいんだよな。あーでも13万ダメージ出たわ。多分味方がやってくれるはず。うわ着でかわされたか。多分マサチューセッツは死んだな。よし、オッケー撃破。とりあえず輸送船を沈めたいけど、多分もうそろそろここを通るはず。よし撃破、これでやっと輸送船に攻撃できる。攻撃開始だぜ。発射。いやー体力がレッドゾーンだ。うわ死んだ、厳しい。このモードは何回でも生き返れるから、それが楽しい。よしまあ一番の輸送船はやれるんじゃないか。ここマジでギチギチすぎる。敵がいすぎてやばい。これは1キルのチャンス。うわ相打ちだ。まあそういうのもある。てかついに300万ダメージ超えた。これはすごい。いや普通に1000万ダメージ出す変態いるぞ。うわマジか、300万ダメージは普通に可愛い方だった。ナイス味方。いや全部キルパクされていく。いざ尋常に勝負。よしこれは1キルのチャンス。よし撃破。でもこれは負けた気がする。やばいこれは死んだ。死んだ。てことでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしく。それじゃまたのー。